はいどうも、のりさんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日もワンコーラスレッスン一緒に勉強してまいりましょう。本日の楽曲は丸井由美さんの風の恋歌という楽曲を取り上げていきたいと思います。今回の楽曲ですけれどもね、ずっと以前に視聴者さんからリクエスト頂戴しておりまして、それからだいぶね、月日が経ってしまってね、毎度のことながらお待たせして申し訳ないんですけれども、今回やっとね、取り上げさせていただくということで。で、私、不勉強でね、この丸井由美さんという歌い手さんのことをね、存じ上げなかったんですけれども、今回のね、動画作成にあたりまして、譜面起こしおよびね、楽曲分析のために、音源の方をね、取り寄せましてですね、聞き込ませていただいたんですけれども、丸井由美さん、とてもツヤのある伸びやかなお声をされて、いましてですね、皆さんにもね、ぜひとも聞いていただきたいなぁなんて思います。こういうのもね、何かのご縁ということでね、もし今回のね、レッスン動画で、あ、この曲いいなぁ、ちょっと聞き込んでみたいな、覚えてみたいなという方ね、いらっしゃいましたら、ぜひとも丸井由美さんの CD の方もね、聞いていただければと思います。レッスンキーなんですけれども、低いところから高いところまでちょっと音域の広い曲でね、キーの融通がなかなか効かない楽曲なんですけれども、その低いところがね、ちょっとどう頑張っても私には出ない低さですので、申し訳ないんですけれども、レッスンキーはプラス1、1個上げさせてください。その分ね、その上の今度高いところがね、ちょっと女性の方出にくくなるのはね、ちょっと申し訳ないなと思うんですけれども、下がね、ちょっと頑張ってもね、現状プラスマイナス0ではちょっと私出ませんので、1個だけね、上げさせて、くださいね。こちらの方ね、一緒に皆さんと勉強していきたいと思います。はい、それでは早速区切りながら見ていきましょう。街に飾る花舞う夜は、はい、まずここまでいきますね。最初は穏やかに入ります。街にで地に、逆譜点のリズムですね。タターンというリズム。逆譜点のリズムについては2つ前のレッスン動画、市川由紀乃さんの「日桜」という楽曲でね、紹介しておりますのでね、まだご覧になっていない方いらっしゃいましたら、合わせてご視聴いただければと思います。地にタタンというリズムですね。で、2の方は下からしゃくりを入れて「に」と発音します。街に地にに街にトン。で、一瞬ね、隙間、横棒のところは一瞬隙間の区切れ目を入れると思ってください。街に飾るザ、ザは下からしゃくって、飾る、飾の部分はやや強調しましょう。飾る花。で、ハートナーの間の横棒、拳入れられる方は入れてみましょう。はあな、はあな。で、ここね、ゆったりと歌ったらいいですからね。はあなって慌てずに、はあな。街に飾る花。で、ゆったり降りてきたらいいですからね。で、最後のなの伸ばしは揺らしながら音量を閉じていきます。花。ここもう一回歌ってみますね。街に飾る花。そしてカラスのようなマーク、一泊お休みトン。舞う夜は、落ち着いてしっとりと歌いましょう。舞うよ、舞うよ、同じ音程ですね。舞うよ、よとるの間ぐらいに拳がね、コロロンと入るようなイメージ。舞うよ、よるは、わ、はと書いてあるとこですね。発音はわですけれども、下からしゃくって、わ。舞う夜は、やはり伸ばしは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。舞う夜は、はい、今一度ね、出だしの街にからもう一回歌ってみますね。街に風花舞う夜は、はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。街に風花舞う夜は、はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次いきますね。津軽ちょんから思い出す。はい、ここのフレーズはね、ちょっとかなり音程が低くてですね、私にはね、キーを1個上げさせてもらってもちょっとなかなかね、出にくい低さなんですよね。虫の居所が悪そうなね、声に聞こえるかもわかりませんけれども、決してそうではありませんのでね、ご理解いただければと思います。最初の津軽はね、落ち着いて入ります。津軽で、ルーの伸ばしのところね、ちょっと柔らかくね、揺らしを入れて、津軽ちょんから。そして、カーとラーの間の横棒。拳入れられる方は入れてみましょう。かがら、かがら。で、ここもね、ゆったりと歌ったらいいです。つがる、ちょん、から。で、ラーの伸ばしは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。かがら。なんか怒って聞こえたらごめんなさいね、別に機嫌が悪いわけじゃないです。ちょっとね、音程が私には低いんでね、ちょっとご理解いただければと思いますね。はい、そしてその次、カラスのようなマーク、一泊お休みとん、思い、ね、ここも結構低くてしんどいんですが、しみじみとね、歌ってください。私の声はね、しみじみと聞こえないかもわかりません。なんか怒ってるように聞こえたらごめんなさいね。雰囲気としてはしみじみと歌ってくださいね。思い出す。で、ダーとスーの間の横棒。ここも拳ですね。だす。で、ここもゆったりと歌ってもらったらいいですね。最後のスーは少し遅れて入るようなイメージですね。手前の母音のあをね、少し長い目に引っ張って、だすという感じですね。で、スーの伸ばしは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。はい、津軽ちょんからもう一回歌ってみますね。津軽ちょんからはい、ちょっとね、繰り返しもう何回も言いますけれどね、私には音程が低いのでね、聞き取りづらかったらほんとごめんなさいなんですけれども、なんとかね、ちょっとここをね、ご理解いただければと思います。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。つがるから3、はい。つがるちょんから思い出す。はい、いけましたでしょうかね。私の声がね、低すぎて聞き取れないかもわかりませんけど、このピアノのね、音をしっかり聞き取ってもらえればと思います。ちょっともう一回言っときましょうか。3、はい。つがるちょんから思い出す。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次いきますね。遠く離れて暮らしても忘れられないふるさとよ、はい、ここまでいきますね。遠く離れて、最初のトークはね、落ち着いて入りましょう。遠く。くは少し弱めて、揺らしを入れて伸ばします。遠く離れて、れて。れてのところは、たたん、逆不転のリズムで、そして手は下からしゃくって、て、れて。遠く離れて、くらら。暮らしてものらは下からしゃくって、暮らしても、もは揺らしを入れます。で、暮らしてもの部分はしっとりと優しく歌います。遠く離れて暮らしても、それから息継ぎをして忘れられないね、強調して、やや大きくね歌ってください。忘れのわはアクセント。直前にうを入れて、うわというふうにね、勢いをつけて、忘れ、すれ、たたん。ここも逆不転ですね。忘れ、横棒で揺らしを入れて、られない、ふるさとよ。このふるさとよのところですね、たたらたたらんたんっていうね、メロディー丁寧に、リズムも丁寧にとってくださいね。ふる、ふる。太るは同じ音程ですね。ふる。次の横棒、母音のうで上がります。で、さとが同じ音程。さと、と、との次の横棒、母音のおで上がります。ふるさとよ。ここメロディー丁寧に歌ってくださいね。で、このふるさと、こうだんだんと盛り上げていく、膨らませるようなイメージですね。ふるさとよ。で、最後のよはね、穏やかに着地するような感じです。さとよじゃなくて、さとよ、よ。穏やかにね、着地します。そして、よは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。ふるさとよ。こんな感じですね。はい、遠くからもう一回歌ってみます。遠く離れて暮らしても、忘れられないふるさとよ。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。遠く離れて暮らしても、忘れられないふるさとよ。いけましたですかね。次のサビにつながる大事なフレーズなんで、もう一回一緒にいきましょう。3、はい。遠く離れて暮らしても、忘れられないふるさとよ。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次いきますね。母の背中のぬくもり優しい。はい、ここまでいきますね。母の背中の、ここはしっかりと歌いましょう。母の、のは下からしゃくって、母の、伸ばしの後半で揺らしを入れます。で、背中の、背中のか、拳入れられる方は入れてみましょう。背中の、で、最後ののは少し遅れて入ります。手前の母音のあを引っ張ってきて、背中の、ね、少し遅れて入ります。背中の、揺らしを入れて伸ばします。そして、ぬくもり優しい。ね、ここは伸びやかに大きく歌いましょう。ぬくもり優しい。で、ぬくもり、森のところは逆不転のリズム。たたん。ぬくもり優しい。で、森。次の横棒は降りてきますね。ぬくもりが同じ音程できて、ぬくもり。降りてくる横棒、母音の「い」で下がりますけれども、この直前にね、拳がちょっとこう入るような感じですね。ぬくもり優しい、こんな感じ。森に森に優しいで、 C は下からしゃくって C で、 C 上がったいの伸ばしですけれども、これはね地声で C って押し込まずにちょっと抜いた声で C で、高いのでね、力まずにちょっと抜いた感じの、まあ、裏声に近いかな。しー、柔らかくね、抜いた感じの声で歌いましょう。ぬくもり優しいで、伸ばし終わりのところで揺らしを入れながら音を消していきます。ちょっとね難しいですけどね、ここもう一回歌ってみます。母の背中のぬくもり優しい。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。母の背中のぬくもり優しい。いけましたでしょうかね、難しいと思います。もう一回いきましょう。3、はい。母の背中のぬくもり優しい。はい。いけましたですかね。まあ、ここはちょっと何回でもね練習しておきたいところなんで、ダメ押しでもう一回いきましょう。3、はい。母の背中のぬくもり優しい。いけましたですかね。ちょっとここは繰り返しね何回も練習してみてくださいね。はい、じゃあその次いきますね。風の恋歌こもり歌。はい、最後のフレーズ見ていきましょう。風の、ここは滑舌よく入ってください。滑舌よくだけれども少し落ち着いた雰囲気で、風のぜの、ここ逆不転のリズムですね。タタン、風ののは揺らしを入れて、恋い、いは下からしゃくって恋で、ここね結構音程としては高いところなんで、ここもね地声で恋ってね叫ばずに恋、少し抜いてくださいね。恋歌で、こぶし入れられる方は、うの次の横棒。うた。で、ここはね、かなりゆったりめに歌ってください。うた。最後のたもね、少し遅れて入るような感じですね。手前の母音のうを余分に引っ張ってきて、うた。揺らしを入れながら音量を閉じていきます。ここ本当にね、結構かなりゆったりめです。これゆったり歌わずにね、杓子定規にリズム取って歌うと、風の恋歌、こんな感じになるんですね。恋歌ではなくて、風の恋歌、これぐらいゆっくりです。歌。タラランじゃなくて、タンララララ、これぐらいゆっくりです。風の恋歌、ね、ゆったり歌ってきてください。そしてカラスのようなマーク、一泊お休みトン、こもりここは気持ちを込めて歌います。子守の子アクセントですね。こも、こも、こもは同じ音程ですね。こも、おで上がりますね。こも、上がっていくおはね、ちょっと抜き気味。あんまりこもおって言わずに、こも、こもり、りは下からしゃくって、り、り、少しだけね、揺らしを入れます。こもり、うも下からしゃくって、少し押した感じで、横棒3つね、母音のうが、う、たたたんってね、ここを軽やかに入れます。た。で、最後のたは少し遅れて入ります。手前の母音のうを余分目に引っ張ってきて、た。で、たは少しこう、かばうような感じで入りましょう。た。たじゃなくて、た、かばうように入ります。伸ばしの後半で揺らしを入れます。最後のフレーズもね、ちょっと難しいですよね。もう一回歌ってみますね。風の恋歌、こもり歌。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい、ドン。風の恋歌、こもり歌。はい、いけましたでしょうか。もう一回いきましょう。3、はい、ドン。風の恋歌、こもり歌。はい、いけましたでしょうか。はい、それでは頭からワンコーラス一緒に歌っていきましょう。今から2回歌いますね。1回目はレッスンキー、丸井由実さんの原曲キーからね、ちょっと私の都合で1個だけね、キーを上げさせてください。プラス1でいきたいと思います。で、2回目ですけどもね、今回のこの楽曲ね、男性の視聴者さんね、歌っていただけるかどうか分かりませんけれど、一応念のため、男性の方向けに、キーを3つ上げて、プラス3で2回目は歌っていきたいと思います。それでは1回目、レッスンキー、プラス1でね、歌わせていただきます。3、はい、街に飾る花、舞う夜は津軽城から思い出す遠く離れて暮らしても忘れられないふるさとよ、母の背中のぬくもり優しい風の恋歌、こもり歌。はい、プラス1でね、ワンコーラス歌ってみると今のようになります。続きましてね、男性の方向けにキーを3つ上げて歌ってみます。さん、はい。街に風花舞う夜は津軽ちょんから思い出す遠く離れて暮らしても忘れられないふるさとよ母の背中のぬくもり優しい風の恋歌子守歌はい、男性の方向けにね、キーを3つ上げて歌うと今のようになります。さて、いかがでしたでしょうか。風の恋歌。低いところから高いところまでね、とても音域の広い楽曲になりますんでね、キー合わせがちょっと融通が利かない分、声域がそんなに広くない方にとってはちょっとハードルが上がっちゃう曲かなと思いますけれども、低いところも高いところもね、出そうとしてね、力まずに、なるべくね、喉をリラックスして、歌うようにしていただければと思います。ざっくりとまとめておきますと、前半、街に風花舞う夜は津軽ちょんから思い出す、ここまでですね。この部分っていうのは落ち着いてゆったりと歌うようにしましょう。特に津軽ちょんから思い出すの部分は音程も低いですからね。歌おうとするよりも、むしろ優しくこうお話しするようなね、そんな感じのリラックスした歌い方を心がけてください。そして中間部、遠く離れて暮らしても忘れられないふるさとよ、この部分ですね。遠く離れて暮らしてもは落ち着いてね、しっとり歌えますけれども、忘れられないふるさとよというところで一気に盛り上がっていきます。そして母の背中のぬくもり優しいっていうところはしっかりと伸びやかに歌いましょう。ここは逆に音程がね、かなり高く上がっていきますのでね、喉声にならないようにね、気をつけてください。そして後半部、風の恋歌、子守歌とね、締めるところですけれども、風の恋歌、風の恋ね、この辺りはまだまだね、音程高いんですけれども、落ち着いて歌うようにしましょうね。あくまでこの歌で聴かせる部分っていうのは、中間部の母の背中のぬくもり優しいね、この部分を伸びやかに一番聴かせますので、その後の風の恋歌っていうところは落ち着いてね、引き立て役とね、思っていただいて、落ち着いて歌うようにしてください。で、最後の子守歌っていうのはね、気持ちを込めて歌いじまいましょうね。拙いレッスンではございましたが、皆さんの歌のお勉強に少しでもお役に立てましたならば幸いです。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回のレッスン動画でお会いしましょう。